こんにちは、こんばんは、ホビドワです。ライズ&シャインプレス再開していきたいと思います。さてさて、ここら辺は読んだので、そのままちょっと進めていきましょう。とりあえず敵が来るから砲台で撃ってねってみたいなこと言われた気がするんだ、俺。これか。任して。リロード普通にできるね。おっと ?EMP ってなんだろう。あー、到着する時間のことかな。リロードはこまめに。能力の変化はできないようだ。変えられるのようだな。一応ちょっとテストでやってみてるんだけど、変えられなそう。これ主人公こっちの方がいいんじゃなかろうか。この船でずっと進行できないかな。俺はそれでも一向に構わないんだよ。リロードな。ボス戦みたいなのがあるのだろうか、今作。今作というか、ここのステージね。ああ、倒せない敵も出てくるのね。それで困る。当たった?船自体がでかいからな。気をつけなくては。なんだこれは。両端にいるやつらを倒せばいいんだな。片側だけでよかったっぽいけどね。やべ、今のうちにリロードしようと思ったら、ミスった。弾がなくなっちまうぜ。下のやつは行った虫。リロードボタンを押したつもりになっていたんだかな。あと80秒。弾の数が多いな、小型の。HP にまだ余裕はあるって言おうと思ったらひどい目にあった私。ちっちゃいのがうぜえ。敵が溜まってきているな。ちょっと数が多い。リロード。ゴール近いんだけどな。30秒。おっと、なんかでかいの来た。お前か。お前が来ると思っていなかった。ラストのラストで面倒なのが。あとちょいなんだかな。リロード。こいつの攻撃に数発当たるつもりで他のやつらをちょっと撃破するか。やばい、あと3秒。回復した。ふう、リロード。よくやったぞ小僧。お前は社員は何もやってないねみたいな。さて、ここら辺に着陸しなくては。ということで、ここら辺に着陸するようです。自動でセリフが流されていってしまってるのがちょっと残念。全部細かく読めないや。やっと着いた。とりあえずエンジンの修理をしてみる。だが新しいスパークプラグが必要になりそうだな。 RPG シティに着こうと思えばそれが必要になるぞ、ライズ。もしかしたら街で新しいのを見つけることができるかもしれない。何か見つけたらこいつを持ってってくれ。この無線でもし何かを見つけたら俺に連絡をしろ。そしたらそこに少なくてもお前たちを迎えに行くことはできるからな。では行ってくると。 OK。 ちょっと久しぶりにプレイするので操作確認してる私。 OK、 わかった。でだ、あれはどうやってかけるんだっけ。そっちじゃない、それでもない。あのグレネードどうやってやるんだっけ。この状態で何かを押すんだったかな。だね、よし、了解。リロードしておこう。これどっかで、なんだろうな、なんかで見たような気がするな。あの上にある服を撃てないかな。
ダメか。これほんとどっかで見たような気がするな。元ネタなんだっけな。フルーツ。やはりというかどこかで見たようなフルーツ。ふむ。ふむ。違うな。待って、割とどうすればいいのこれ。え、どうしろってこと。いや操作できるけど、え、こういうことじゃないよね。でも多分違うよね。だよね。あれ、あ、これこうやって打つことできるんだ。もしかしてこの上に何かを置くとかあるんかな。この上に何かあるもんね。ちょっとやりすぎたね、明らかに。多分これをうまく向こうへ誘導しろっていうことかな。この上に乗せろってことじゃないのかな。本当に俺それだと思うんだけど、多分ね、多分それだと思うんだ。うまく決まんないな。これどうだ、足りねえか。あ、惜しい。おそらくそれだと思うんだけどな俺は。ここぐらい。はい、これだ。やっぱりそうか。よかった。これじゃなかったらどうしようかと思ったよ。で、だ、インタラクト。インタラクト。なぜインタラクトできない。あー、こういうこと？だよな。よかった、合ってた。なんか嫌なものがぶら下がってんな。壊さない方が良かったな、さっきの。やっちまったな。はい、リスポーン。当たってんな俺。ちょっと落ち着け。すんだ。まずは上のやつらをなんとかする、なんとかしたいところ。さすがにこいつはそろそろなんとかしないとね。よし、でこのままだとらちがかないので、一旦逃げての、めんどいこいつ。いや、何をすればいいのかは分かったけど、ちょっと難しいね。まず上のやつらをパパッと倒してしまってから、あの、こいつもなんとかしないとだろう。なかなか難しいぜこれ。よし、これでよかろう。見せてもらったのはいいけど、何が起きてるのか。こうやってだろう多分。 OK、 とりあえず一体まだいるな。
何か隠してありそうな場所だが、特に何もないな。リロードだけしておこう。なるほど、インタラクトすると何かが跳ねる仕掛けのようだが、あそこに爆弾でも仕掛ければよかろう。多分そういうことかな。ああそうだね、なんか上に何かを当てなきゃいけないような。ああそれだけか。 OK、 なるほどなるほどなるほど。待てよ、ではダメか。こちらの方か。あ、当たった。レーダー爆発させてっと、こういうことかな。ではではでは、ダーマを撃って、あ、見えない。こっからじゃ見て。ここら辺。これに当てるかな？おし！当てた！素晴らしい！冴えてるぜ。そうでもないね。なぜだ？なぜ閉まらない？どういうことだ？あー、そういうことか。この中からの？スイッチを当てるか。だよな。面白い仕掛けだ。なかなか頭を使う仕掛けが出てきているね。納期の私的にはちょっと辛い。右側に行けということだと思うが、念のためこちらにも行ってみるか。いや、もともとこちらだったようだな。やばい。あ、これじゃダメなんだ。オッケー。宝があるね。やはり来なくてもいい場所だったようだ。あ、リロードせずにエクスプロージブバレットを2発撃てるようになった。素晴らしい。なやりましたよね。どちらかというと普通の弾丸の方が欲しかったんだけど、まあ後々どっかで使えるだろう。ロボティックな何かがいるね。タイルを立たれたか。もともとタイルなんて合ってないようなもんだが、ミスった。はい、やられました。え、何が爆発した。上の、ああ、あの爆弾一つでも爆発させるとアウトなのか。まずはこれらを処理してこいつを何とかするのか。ではこういうこと？意外と簡単にいけた。やり方が分かれば簡単なんだが、下の方に一回行かないとダメっぽいな。違う、それじゃない。あ、普通の銃撃で大丈夫でした。失礼しました。待てよ、これくるくる回してその途中にノー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 、こちらねやれということではないよ。いい具合に落ちないな。そう、そこら辺に止まっていてくれると助かるんだが、こういうことだろう。多分これの間にエクスプロージョンバレット
うまい具合に向こう側行かねえな。まあ、要はここに挟んで向こうに行くように仕向ければいいんだろう。まあ行かないだろうね。行かないな。違うっていうのか、そんなはずないんだけどな。そう、俺は行けないので、絶対これだと思うんだよ。あれ？それじゃなかったらどれだ？すり抜けられる？ダメだよね。確かくっつけさせることできなかったっけ？くっつけさせることができるよみたいなことを聞いたような覚えがあるな。これだ。よし、ならばいい。くっつけることができたんだった。忘れてたよ。あぶねあぶね。さてこれ俺どこにつくんだろう。あ、ロードが入っただけ。それとどっかの町に着くんじゃねえのか。 NPC タウンだったか。おっと、こんにちは。はじめまして。子供がこんなところで何をしてるの。そしてあなたは NPC アイランドの人ではないようだね。キャピタルシティから来たんだ。首都の方から来たんだぞ。スペースグラウンドたちと戦っているんだ。あれ？グレイビジョンとを撃ち落とすゲームをやるみたいなことを聞かれたんだけど、やってみるか。ハト？ハト撃ち落とすゲーム。あ、外すとマイナスされるんだ。スコアもしかして400になると何かもらえる？難しいこれ。自分の方に飛んでくるやつはまあなんとかなるけど、全然当たんないや。400を超えた。よくやったわね。で、何かもらえるの。あ、漏れた。よっしゃ。まだ何かありそうだけどやめておこう。あら、こんにちは。ロバータ。あら、ガイドを持ってる人を見るなんて思わなかった。スパークプラグを探してるんです。自分たちの、僕たちの船のエンジンが壊れてしまって、どこにあるか分かりませんか？あ、またなんかゲームがあるみたい。これをやると手に入るのかな。え、ああ入れろってこと。これ難しいわ。2ポイントシュート。ああ、今の入ってたのに爆発させるのが早すぎたか。制限時間内に入れればいいみたいなので、よし、入った。まさかこのゲームでこんなゲームをやると思わなかった。今作でこんなね、ミニゲームやるとは全然思ってなかった。頑張れば割といけそうなやつが多いね。このぐらい？
よし、いけた。入った。よっしゃ。一応ゲーム的にはもうクリアしてるんだけどな。さっきのよりは簡単だよね。あの銃普通にバンバン撃つ方が難しいよ。よくやったわと。はい、これかプラグ。やっとスパークプラグを手に入れたぞ。さらに進むことができるのか。あれ、ゲームやらなかったらくれなかったんだね。こんにちは、ようこ。今日私ついてるわ。そうだな、何かおかしなミニゲームを僕やればいいのかな、この分でいくと。本当にやるの？はい、やると思う。みんななんかミニゲームでやらせますね。何すればいいの俺。ああ、もしかして落ちずに何秒耐えられるかってこと？何にも当てずに30秒間生き残ることができれば大丈夫かな。銃弾を何も当てずに30秒、多分そういうことだと思う。弾幕じゃん俺、弾幕じゃん。あ、場所が悪い、場所が悪いな。もう30秒過ぎた、俺見えないんだけど時間。あ、過ぎたっぽい。ちょうどあったね、31秒、ギリギリ。よし、ご褒美はあなたのものよと喜んで。おし、弾薬、弾薬の数15になった。ここに来ただけで2品上がったよ。キャプテンを呼ばなくてな。よし、呼ぼう。キャプテン、いいニュースがあるんです。スパークプラグを見つけましたよ。こちらに来て僕たち迎えに来てください。よくやった、すぐそこに着くよ。ライズ、はい。お前の運命の戦いが RPG シティで待っているはずだ。準備を整えるんだぞ。どうやって準備を整えればいいんですか。この中でスキルを持っているのは俺ぐらいのもんだからな、みたいなことを銃が言っていますが、確かに準備整えろって言われても何もできないよね、ライズね。このまま銃持ってぶっ破するしかないよね、街の方に行って。それしかないって。あれ、 RPGC ついた感じ？早くない？あ、なんでお前来た？このとこで何してるんだ？おかしくなったのかい？気は確かかいだよね。ここはもうすぐ戦争地域になるんだ、気をつけないと。ハートマークだった。クロックタワーの中に逃げるんだ、時計塔に逃げるんだ。そこに隠れていてくれ。行くぞライズ。あ、ここがクロックタワーだったのか。なぜ本当に来たんだあの子。撃ったらいかん、撃ったらいかん。でもやってみよう、もの試しだ。どうにもならんか。あの子本当になんで一緒に来たんだろう。チキン怖い。笑えよベジータ、笑えよ。正直何もないだろうと思いました私。嘘でしょ、分かったよ、頑張りよ。あれを使えばよかったのにな。あとちょい。まだまだ。
あれを早めに始末したい。事故るからな。だよな。これだよな。こちらの方が多分機械系に対してはダメージが高いはずなので、いけるか。硬い硬い。よし、まだまだこれで最後だと助かるんだが、まともに当たんねえや。オッケー。ああ、やっぱいるんだ。めんどくさいやつら代表じゃないか。ちっこいしね、こいつら。当てにくいんだよ。で、次は何？勘弁してくれ。これ一つでも当たるとアウトなんだよな。あ、そうでもなかった。こっちまで来ないんだ。当たんないよね、さすがに。ふぅ。なんかボス来た。急になんかボス来た。マーカスじゃないか。息子よ、一体何が起きてるんだこれ。ファザー、ファザー、まさかのファザー戦。はい、死にました。お疲れ様です。まさかの急なファザー戦があると思っていなかった私、びっくりだよ。結構ダメージ負ったな。HP は自動で回復するから、まあまだ助かるけど。撃つ。ここ。で、マーカスだっと以上だ。撃ちまくる。ダッシュで来るねこれ。だよな。もうちょっとこっちに当たると思ったんだけど、大丈夫だった。もうちょっとで第二形態になるか。もう一束いけるよね、 HP の。よし、もう一束ってなんだ。あー、二つになったね。あー、難しい。あれと次はどうなるの。あ、これは変わってないな。移動速度が上がったくらい。マーカス。一部苦手なのがあるんだよな、こいつの行動パターン。これがその苦手なやつ代表なんだけど、大体死ぬときこれで死んでるんだよね。他のも実は小型機を発射してくるのが苦手なんだけど、あれでなぜか死んでないんで、これこれ。いけたか？やばい！やばい！ふぅ、なんとか。ああ、ラストのやつが難しい。結構早いね。
よし、あとはラストのこれ。やっとマーカス撃破か。一応リロード。マーカスに逃げられてしまったようだ。どこ行ったんだファザー。いた。父さん、父さん、なぜ。ライズ、そうだな、お前でなくてはいけなかったようだ。まあ10歳になる自分の息子に倒されるとは思っていなかったから。あの船で何をしていたんだい父さん、何が起きてるんだい。ライズ、お前には分かってもらいたい。スペースグラントの隊長は俺なんだ。なんだって、なんでそんなことが。息子よ、ショックだろう。だが真実だ。私はここで暮らし成長したが、私は他の惑星で生まれたのだ。そしてグラントたちは私が彼らを率いるのに最高の存在であることを知っていたのだ。これが私の運命だったのだ息子よ。彼らは常に強力だったのだ。ゲームアースと出ていますが、要はあの敵の種族ですね。お前おかしくなってるのか。お前俺たちの最高のソルジャー、兵士の一人だったじゃないか。そういえばこいつ名前マークなんだね。普通にマーカスじゃないけど、マーク・コールって名前ですね。だが私は家族を愛してしまった、お前とお前の母を。だからどうにか彼らだけでも安全に暮らさせようと思ったのだが、うまくはいかないものだ。父さん、僕はあなたが僕たちのためにどこかで戦ってると思っていました。いつものように何度も死んで何度も生き返りました。何度も何度もこの星を救おうと頑張ったんだ。でもその戦っていたのがあなただったのですかね。父親と戦っていたと。こんな力欲しくはなかった。父さん、破壊したいものを何でも破壊すればいいじゃないか。僕はもう疲れた。ごく最近までお前が社員を手に入れたことを知らなかった、ライズ。だが私はやらなくてはいけないことをやる。なさなくてはいけないことをなすと。お前たちを止めるのにお前たちを殺す必要はない。何をするんだ。ああ、捕らえるのか。動けない。ああ、ドロップシップがお前たちをマザーベースに連れていくまで、これがお前たちを捕らえてくれるだろう。お前たちを牢屋に入れて、まあ、この世界を支配するまで閉じ込めておくということか。そうだよね、殺すとリスポーンしちゃうんだもんね。父さん、お願いだ。大丈夫だ、私に任せるのは息子よ。お前と社員を人質に取り、お前と社員さえ捕まえてしまえば、もう何もスペースグラントを止めることはできないんだ。この戦争はすぐに終わる。なるほど、どうする。あ、銃を操作できるね。こういうことか。で、リスポーン。こういうことやな。今のは自分の所持者を初めて殺すことになった。
もう二度とやりたくはないなと。そうね、自分の意思で殺すことになったら初めてだろうね、社員さすがに。ドット絵になってしまっている。何これ、ハート。もう一つの方もつけるということかな。これ元ネタ何なんだろう。教会だ。何が元ネタなのかちょっとわからないな、あれ。信じられない、やっとここにまでたどり着いたんだ。いや、この中に何があるのか見てみようよ。ちょうどハマるみたいだね。うん、そのはずだ。ちゃんとハマればいいんだがな、最近ジムに通っていないからな。外の方は全て壊されてるので、ここだけは無傷のようだね。このオデッセイテンプルは、オデッセイ神殿は、このゲームアースという惑星に初めて出現した建造物の一つなんだ。とても古いぞ。あ、とても古くて、ゲームの物理法則っていうのはまだ存在してなかった時代に作られたからな。あ、物壊れないからってことか。だから、ここはまだ何も壊されてないんだ。そうなのか。ピュリティ。あ、このコンピューターでこの世界のゲームが動いているというか、この世界が動いているらしい。ゲームの世界だからね。あ、俺たちがやらなくてはいけないのは、このコンピューターを使って敵を全てオフの状態にすることだ。でも敵を全てオフにしてしまったら僕のお父さんも消えちゃう。そんなことできないよ。構造すまないな。まさかお前の父がスペースグランドのコマンダーだとは思わなかったからな。僕できるとは思えないよ。僕にできるとは思えないよ。父さんがあんなことをしてしまったのはもう分かっているけど、それでも彼は僕のお父さんだ。なんで僕は彼を消すことなんてできないよ。構造。あ、社員が壊された。何？ダイス。コンピューターから離れるんだ。今すぐ。お前は私の息子で、私はお前を愛してる。だがそれでも私はお前を撃たなくてはいけない。もうリスポーンすることはできないぞ、ライズ。もう社員の呪いはお前から消えた。もう痛みも、もう責任もないのだ。一緒に母を迎えに行こう。そこから離れるんだ。ライズ。ライズ、やめろ。そんなことするな、ライズ。操作できるの？わかるの、ライズ。大丈夫なの、あれ。あれ？ああ、こういうこと？エネミー、これか。ゲームプロジェクト。どこかで見たような。どこかで見たような画面だ。消えてしまった。勝ったようだね、僕たちは。父さんはさっき撃てたのに僕を撃ちはしなかった。僕はこんな終わり方は望んでいなかった。これはエクストラライフだ。で、社員を生き返らせるのか、父さんを生き返らせるのか。父さんは消えているから無理か。社員を生き返らせたんだろうな。おお、面白かった。でももう終わると思わなかった。全然終わる感じではなかったから、まだ続くのかと思ったんだけど、お父さんが最終戦だったね。あの女の子が異常に可愛かったんだけど、結局一言も喋れなかったね。いやー、面白かった。小ネタがたくさんだったよね、この今作は。ほんと他のゲームとかのネタが多かった。あの神殿に入る前のネタは何だったんだろう、ちょっと俺では分からなかったんだけど、
多分視聴してる方に分かっている方が結構いるんではないでしょうかね。私ではちょっと分からないネタがちらほらとありました。いくつかやっぱりアーケードゲームネタが多かったですよね。80年代後半とかに出ていたアーケードとかのゲームの小ネタが多かったかな。スペースインベーダーとかも最初に出ていましたし、さてさてと、こんな感じでライズ&シャイン実況プレイ今回がラストとなりました。本当に終わりだと思ってなかったのでちょっと残念ですね。全然面白いゲームだったので、後半難しかった、ボス戦本当に難しかった。何度もリトライしながらプレイしましたね。さすがにお父さんだったからラストだったというね。ユニティで作れた本作、そうユニティの制作画面に似てたんだったかな、先ほどの画面。さてさて、気になった方は Steam などで好評配信中なので、ぜひプレイしてみてください。ちょっと気になる終わり方だったよね。これでも続くのかな、ストーリーは。あれで終わったっぽい。でも面白い終わり方ではあったよね、本当に。いやー、よかったよかった。ロードシーンで多分ここで、そうだね、選べる。あ、いろいろとやっぱり隠しで撮っていないものが多いようだね。この扇風機マークみたいなのがやっぱり隠しで何かあるっていうことだよね。さて、では改めて最後までご視聴ありがとうございました。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。たまにライブ配信なども やってるのでね、ぜひ遊びに来てください。もしよければ高評価の方もよろしくお願いします。ではまた次のゲームでお会いしましょう。ホビドワでした。